今週はこの男なのか。皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もイフトボール2024今週の週間 FP 予想をやっていきましょう。今週はチャンピオンズリーグのね可能性もあるので、同時当選であればどちらで選ばれるかみたいなね二択も出てくるし、リーグ戦も豪華でしたね。何ですかこの寝不足は。たまにやってくるダービー尽くしです。熱い試合がね非常に多かった中、活躍選手がね順当に選ばれればなかなか面白いメンバー集まるんじゃないかなと期待できる週間 FP となっておりますので、ぜひ最後まで確認していってください。こんな感じで毎週やってますので、ぜひチャンネル登録高評価、そしてチャンピオンズリーグ週間 FP のね予想もね合わせて確認してみてください。今週の日本人でいうと冨安選手がねついに50試合目の節目に初ゴール生まれました。そして東西もねもしかしたらがあるかもしれませんね。さあ今回注目のダービー尽くし、その中で選ばれるのは誰なんでしょうか、見ていきたいと思います。さあ早速いきましょう。まずゴールキーパー、今週の予想はトリノからミリンコビッチサビッチ弟さんですね。6セーブの活躍で無失点に抑えて、どちらかというと攻め込まれる場面多かったんですけどクリーンシート。ライバルはガラタサライのムスレラ、モピリエのルコント、そのあたりになりそうですね。前回登場時はこれですね。今回はねしっかり強化されて星5になるんじゃないかなと期待できるし、最近の GK 能力の強化は素晴らしいので注目です。波は大きいです。さあ続いてここからディフェンダー見ていくんですけど、ディフェンダーもあの人がいます。まずは RC ランスからメディナ選手、4対0の快勝から1ゴールを決めました。無失点にも抑えて勝利に貢献。そしてトリノからはボンジョルノ選手、挨拶みたいですね。1ゴールの活躍でこの選手がゴールを決めて 0-0 勝利。折り返し強烈な一撃でした。攻め込まれる場面もありながらしっかりクリーンシートにも抑えてます。そしてリールからはディアキティ選手、コスパ最強のディフェンダーと言われるこの選手が1ゴールの活躍を見せました。スルーパスから中に入ってきてミドルシュートを突き刺すようなゴールでした。コスパ最強の守備的サイドバックなんですけど、プレイスタイルはなんか変わりそうですかね。ちょっとそこが残念ポイント。そして最後紹介するのがアーセナルから冨安選手、今回途中出場なのでスーパーサブチャンスもありながら50試合目の節目で1ゴール。今週の注目と言ってもいいんですけど、ハットトリックの選手がいるのでやっぱり基本はそっちでしょうね。セットプレー右足、体勢結構崩れていましたがしっかりと枠内に収めました。さあここからミッドフィルダーなんですけど、一番豪華はミッドフィルダーかもしれません。まずはバイエルンですね。前半4分キミヒ早々の退場、どうなるかなと不安に思いましたが、終わってみれば8得点。候補が何人かいるんですけど、やっぱりサネかなということで2ゴール1アシスト、ワンタッチシュート、ミドルシュートも決めました。そしてスルーパスがね今回つきそうなので、そこに注目が集まるんじゃないですかね。他にもムシアラ、ミュラー、フォワードにはねケイン活躍なんかもありました。誰来てもおかしくないし、チャンピオンズリーグの候補にもね何人か上がってました。そことの兼ね合いあるけど、まあサネかなっていう予想です。前回あれにやれたフェイスベー対アヤックス、これ再戦ですかね。アヤックス先制して、その後の決定機あれ決めてれば 0-2 でワンチャンあったんじゃないかなと思ったんですけど、終わってみれば2-5、無傷のフェイスベー全勝で首位キープ。アヤックスはなんと最下位になってしまいました。その中でロサーノがハットトリックの活躍、左サイド突破からのドリブルで仕掛けての入っていってニアへのシュート、コントロールショットはバー直撃なんかもありました。グランダークロスからワンタッチで右アウトで合わせたあのゴール、さらに最後はこちらもグランダークロスから倒れ込みながら多分右肩に当たったんですけどゴール認められてます。ロサーノはナポリ時代に一度クラブセレクションで来たのみですね。これ以来の搭載になるかもしれません。テクニック系のウイングストライカーで、今回左ミッドフィルダー出場なのでプレースタイルがどうなるかっていうとこかな。結構飛び出してたので2列目とかになるかもね。そしてリバプールからはソボチュライの2アシスト、サラーとの連携からエリア内侵入すると折り返しヌニェスが決めました。さらに自陣エリア付近から左足1本のロングフィード、ゴールキーパーとディフェンダーを超え無人のゴールにサラが流し込みました。現在イーフトでは右ウィング登録なんですね。今回 CMF になりそうなのでワンチャンバグも期待できますが、なんやかんや CMF 風能力なんですけどね、どうなるんでしょう。ちなみにこれ関連の動画がね明日上がります。そしてまたも17歳ワンゴールの活躍見せてくれましたエメリー、チャンピオンズリーグの候補にもね入れておりましたが、こちらも可能性ワンゴール、中央一人剥がしてのミドルシュートでした。素晴らしい、17歳ですか。チャンピオンズリーグも候補になってたので、まあどっちかね来てくれるといいですけどね。そしてリールからはジェグロバ選手、こちらもねコスパの通常として結構有名な選手ですね。今回2アシスト、左足のクロス、そしてスルーパスからアシストをしているのでスキル追加クロスはありそう、逆足も上がりそうですね。さあそして今週11人予想に入れたベティスからはイスコ1ゴール1アシスト、ピンポイントな足元のクロス良かったですし、後半アディショナルタイム94分には素早いショートコーナーから豪快な一撃でした。ワンタッチシュート、
確かリーグの無制限ガチャでね一度来てるんですけど、決定力、スピード、キック力、この辺の強化が入るといいんですけどね。とりあえずワンシューはつきそう。ベルナルド・シューバはダービーで DMF で出ていたっぽいんで、登場すればバグ強でしょうが、まああっちの選手ですよね。さあクラシコ見ていきましょう。バルセロナ対レアル、逆転勝利レアルマドリード。その中でまたこの男です、2ゴールベリンガムです。68分ミドルシュート、テアの手をかすめながら重たいシュートだったんでしょうね。弾ききれず、あれはライジングシュートに当たるんでしょうか。そして後半アディショナルタイム、カルバハルのクロス、モドリッチが触ったところ、最後はプッシュして初のクロシコ2ゴール。この男の伝説止まりません。すでに今シーズンだけでも2回くらいはね週間来てるので、どうかなと思うんですけど、出さざるを得ないぐらいの活躍なんで、また来るんじゃないですかね。さあこれを超えてくるんでしょうか、超えないんでしょうか、どうしてくるんでしょう。さあフォワード行きましょう。まずはバイエルンからハリーケイン、ハットトリックと1アシスト、チャンピオンズリーグの候補にも入ってます。そっちで来るならバイエルンはか他の選手かな。もう安定の活躍ですね。特にケインの2点目、ハーフライン手前あたりからの超ロングシュート、キーパー出てたんですかね、見事に吸い込まれました。キック力がねしっかりトップ強化にはなりそう。そしてアーセナルからはエンケティアがハットトリックの活躍、デクラン・ライスのクロス風パスからトラップ1本でディフェンダーと入れ替わってゴール、うまかったですね。コーナーこぼれたところ思いっきりのいいシュートでしたし、ラストはミドルシュートでした。強烈な一撃、見事なハットトリック。こちらも一度週間で出てますね。これよりも能力強化されると嬉しいですね。果たしてどれぐらい強化されるのか、得点力ねしっかり伸ばしてほしいです。さあ実はマンチェスターダービーの裏でこんな試合がありました。カリアリの試合、パボレッティ選手途中出場で2ゴールの活躍。このね表だけ見るとまあ普通でしょって思うんですけど、実はこの試合0対3からの4対3の逆転勝利。そしてドラマはこのパボレッティがアディショナルタイムに2ゴールを挙げました。しかも72分から4得点です。93分コーナーキック、一度跳ね返されてサイドクロスからのヘディングで合わせて同点。その2分後でしたね、アーリークロス落としてからの右ワンタッチ、劇的展開、逆転勝利のカリアリ。登場するんでしょうか。画像がちょっと微妙でしたね、後ろ向きしかありませんでした。まあ来る可能性はあると思います。そして注目のマンチェスターダービーはなんと3対0でした。シティの勝利、2ゴール1アシスト、ハーランド搭載でしょう。ただチャンピオンズリーグも候補に上がってました。どうなるんでしょうね。かなり攻め込まれていたマンチェスターユナイテッド、オナナの活躍も目立ってて7セーブだったんですけど、その壁をねこの選手がぶち破ります。 PK で先制するとクロスからファーフリーでしたね、ヘディングシュート。その前ぐらいに同じようなシーンあったんですけど、その時はオナナに止められて今度は決め切りました。最後はこぼれ球拾ってフォーデンへのアシストで1アシストも追加、強すぎたシティ。そして PSG からはムバッペも候補、こちらはチャンピオンズリーグの候補にも上がってます。得意のファーと見せかけてのニアへのシュート、またやってましたね。2対2の同点の中、89分 PK 失敗から自ら詰めて追加点を挙げてます。パートナーダービーマッチでしたね、インテル対ローマ、ミラン対ナポリ。ミランナポリは引き分けだったので、搭載あるとするならインテルからテュラムですかね。ローマとの一戦、81分グランダークロスからテュラムが右足で合わせて先制、そのまま勝ち切りました。そしてまだまだいます、ブレントフォードからムブボ選手1ゴール1アシスト、ふんわりクロスからのアシストと、得点シーンはちょっとラッキーな感じかな。後半終了間際ゴールキーパーも上がってのパワープレー、音速カウンターでしたね。逆にキーパーのサンチェスもめっちゃスピードあったんですけど、それよりも速いモペかな、あれは。そこからパスもらってのムブモの追加点。ちなみにムブも今回 CF で出てるんですよね。得点力がもし上がるのであれば能力結構いいんじゃないですかね、小柄なタイプ。そしてアトレチコからはモラタですね、1ゴール1アシスト、クロスからのアシスト。前半アディショナルタイム、ロングボール抜け出してからの左足、良かったですね。ただ来るかは分かりません。そして個人的に注目してるのはアストンビラのディアビですね、今回 CF で出てます。クロスのこぼれ球、左足ワンタッチ、思い切ったシュートでしたね。ディアビってこちらがね通常のレベル1能力なんですけど、おそらくこれ CF で出たらバグ強ですね。確実に決定力20上がりはね硬いと思うんで期待できるんですけど、まあまたねチャンスあるかもしれませんね。今回じゃないかもしれません、来てほしいけど。さあそんな中、私が予想したのはこんな感じとなりました。あまり FP の来ていないやっぱりイスコも注目だし、トップ2は大活躍の2人。ディフェンダーの強化はどうなるんでしょうか。ディア来てねめちゃくちゃな強化してくれてもいいんですけどね。他にも候補をたくさんいるので、皆さんの予想はぜひコメントに書いてください。こんな感じで毎週やってますので、ぜひよろしくお願いします。今回の動画はさようなら、以上です。逆